1月12日火曜日、時刻は11時を回りました。 C-WAVE 千住ママテレタイムのママテレちゃんです。こんにちは。この番組では皆様のメッセージを受け付けております。 CWS@senjux.com こちらまでメールしてください。ママテレタイムは足立区のママたちから発信しています。現役ママがママ目線で送る50分のトーク番組になります。第2、第4火曜日の11時に今年からお送りしていきますので、もし見逃しちゃったら YouTube いつでも見れちゃいますよ。必ず見てください。はい、新年明けましておめでとうございます。今年初のママテレタイムになりますね。でなのにね、今日から急に寒くなってしまって、皆さんね、風邪などひかないように気をつけてくださいね。さてさて、ね、新年1回目のゲスト、おめでたいゲストになります。何をしているどんなママでしょうかね、お話聞いてみたいと思います。こんにちは。こんにちは。はい、今日ね、前半のゲストは華やかにピンクのハートをお二人持っていてねお二人になりますね。はい、ちょっとご紹介していきたいと思います。2015年11月にオープンしたミックファン、育児中のママたちを応援する総合情報サイトで、2016年に各地でイベント開催を実施予定だそうです。資格を持つママたち、ハンドメイド作品が各地で大活躍をします。これから何かを始めたいと思っている人も、現在活躍中の方も、ミックファンでは仲間を大募集中だそうです。ぜひご紹介してもらいたいですとお話のミックのお家と、ミックファンプロジェクトのミックママ、ね、そしてね、ミックママこちら、こちらかな、はい、ミックママです。こんにちは。そしてもう一人がね、1月ミックファンでは埼玉地区リーダーとして活動しているありさママですね。こんにちは。はい、ありさママは1月14日に行うレイクタウンのイベントがあるんですね。はい、そちらで11時15分から無料のベビーサインステージを開催するそうです。お歌や手遊び、触れ合い遊びなどを通して楽しくベビーサインを紹介してくれます。また嬉しいサンプルの入ったお土産も配布してくれるそうですとお話のベビーサイン教室、ベビーズメモリーのありさママです。こんにちは。こんにちは。お二人ともね、イベントがあるんですか？そうなんです。へえ、ちょっと2016年はたくさんあります。あ、たくさんあるところの、はい、あさって1月14日って今ね書いてあっただけれども、うん、はい、ね、あさってですね。ちょっといろいろね、じゃあまず聞きたいことから聞いてもいいですか？どうぞどうぞ。はいはい、ね、ミックファン、ミックファンって何っていうところからね、ちょっと聞いてみたいなと思って。はい、はい、私が4年前にミックのお家って立ち上げて個人サロンとしてスタートしたんですけど、うん、で4年を迎えて何か新しいことをしたいなと思った時に、うん、まあ、いろんなお客さんの意見だったり、いろんな出会った講師たちだったりの悩みだったり、そういうのを聞いて、うん、一つの大きな形にしようと思って、うん、ミックファンという総合サイトを立ち上げて、ママたちがいろいろ情報を知りたいママたちと、うん、情報を発信したいママたちを架け橋になるようなサイトで、あとはハンドメイド作品も一緒に販売できるように、うん、ハンドメイド作家さんってすごい上手に作るのに、うん、私なんてっていう人すごく多くって、でお値段もすっごい安かったりとかして、うん、もっともっと世に出せばいいのにって思う人いっぱいいて、うん、そういう人たちを支援していければいいかなと思って作ったサイトなんですけども。なるほど、はい、でもミックのお家ではどんなことしてたんですか？ミックのお家では個人サロンとして、うんうん、話し相手がいない人たちの話す場所として提供したり、うんうん、子ども服のリサイクルショップとか、うん、各ワークショップとか、うん、場所貸しをしたり、私自身がいろいろな講師を資格を持っているので、うんうん、ワークショップ等も開催してました。なるほど、お家の、ね、ミックお家って可愛いですね、はい、それでミックファンっていうものが立ち上がっていったって、はい、サイトから始まって、でもイベントたくさん、そうなんです、ミックファンを立ち上がって、うん、そのために東京、千葉、埼玉、神奈川、茨城にプロジェクトメンバーを発足しまして、うんうん、まあ、
各地の皆さんのママたちの笑顔を追求していきたいということで、うん、ミックファンのメンバーたちと各地でイベントを2016年度は、うん、なのでアリサママがさっき言っていた埼玉地区のリーダーっていうことなんだ、はい、納得、はい、そっかそっか、それでビサイン、はい、じゃあアリサママはミックファンの中の埼玉地区リーダーとして活動していて、はいはい、そしてそれやっていることはベビーサインと、うん、あとは耳つぼジュエリーをやっているので、うん、そっちを両方やっています。なるほど、はい、そういういろんなことを自分でやって、資格を持ってやっている、ね、プチ起業家ママたちなのかな、うんうんうん、そういう人たちがそこでみんな集まって何かいろんなイベントをやったりとかっていうことなのかな。なんかこう何かをしたいんだけども、うんうん、何をしていいかわからないって模索しているママたちも世の中にはたくさんいて、うんうん、そのママたちにちょっとこういうことがあるよとか、うんうんうん、こういうことをやれば簡単にできちゃう、子連れでもこれはできるよとか、うんうん、いろんなことを教えていける場所にできればいいなと思ってます。じゃあもし何だろう、どうしていいか分かんないけれども何かやりたいっていう方のお話とかも聞いてくれちゃうのかな、はい、結構イベントやってると、うんうんうん、ミックファンって一体何ですかの質問から、うんうん、実は私はこういうのをやりたくてっていう相談はいつも受けていたりするので、きっとそうなよね、たくさんいるよね、うん、それも全然いつでも大歓迎、相談いつでも受けます。大事だよねそういう場所ってね、なんかもう悶々としているけれどもってね、うん、で一つねちょっと話聞いてみてね、またそういうやってるね、アリサママみたいになんかこんなのやってるよなんて聞いちゃうとね、うん、私もって思えるしね、うん、元気になるね。活動していても、うん、集客がうまくいかないとか、うんうんうん、私はこれで良かったんだろうかって悩んでる人ももちろんやっぱりいるし、一人は孤独だもんね。そうなんで、つながるっていうことがすごく大事よっていうメッセージで、キーワードはつながる、うんうん、一人の力じゃね、できないこともみんなでね、素敵なピンクがカラーなのかな、ね、すごいハートで可愛いハートでね、すごく可愛いなと思うんだけれども、じゃあ、ミックファンがあって、その中にママ講師っていうのが人たちがいっぱいいるのかな、会員登録をしていただくんですけども、うんうん、ママ講師の方たちが会員登録すると、うんうん、ミックファン内で、うんうん、自分たちの PR ができるのね、できます。なるほど。あとはハンドメイド作家さんも会員になると、うん、そこでハンドメイド販売ができるっていう、ね、販売もできますし、うん、その作った思い出を語ることもできるんですね。思い出語りたいよね作った人はね、なんでこのチャックにこうしたのかとこだわったのかとか、ね、こだわったのかとかねね、そこが一番思いでね、きっとね それが楽しくてやってるんだよね、うん、きっとね、すごい才能だと思う、ね、私全然作れないので、うん、すごい才能だすごいと思うよね、作れる人。育児ストレスがみんなこっちに行くって、うん、ミシンの方に行くとか、あやっぱり ねそれ大事だわ。でも作ることってほら元気になるし癒されるしね、何東北 の震災があった後もね、みんな作ることで元気をもらっていって、ね、復活していった人たちもたくさんいるから大事なんでしょうね。手に取った方もね、ちょっと心温まるっていうか、手作り品ってやっぱり物はいいなっていつも思うよね。なのでイベントも手作り販売のハンドメイド作家さんをいっぱい一緒に出展しますので、参加されて出展されてるんだ、はい、そっかそっか。イベントでも1月14日にはいレイクタウンで単独イベントが決まりまして、うんうん、これチラシとかなんか持ってきてるんだっけ。そうそう、チラシ、じゃあチラシ出てくるかな、まあ、1月14日レイクタウン、はい、ミック祭り、うんうん、初めましてミックファンですっていうイベントが、あら初めましてでね、はい、レイクタウンの森で、うん、はい、木の広場、はい、一番奥ですね、一番奥なんだね、駅からだと一番離れてるところの1階の広場で、うんうんうん、レイクタウンはもう広いもんね、はい、広い広いけど楽しいよね、はい、そこでどんな感じで11時からあこれかな、そうですね、11時からやるんですけども、うんうんうん、ステージ無料ステージは、うんうんうん、ベビーサインから始まり、ベビーサインね、そうです、うん、お歌とかに合わせて、うん、楽しくやるので、うん、ベビーサインって何っていうママいるのかな、今知らない人はもういないのかな、うん、でも結構聞かれることも聞かれる、ちょっとベビーサイン説明してもらおうかな、はい、まあ、対象は2歳前のお子さん赤ちゃんと保護者様なんですけど、うんうんうん、まだお話ができる赤ちゃんでも、うん、すごい意思とかがただ話せないだけで、うん、意思とかがすごいあるんですね、うんうんうん、それをサインを使っておっぱいちょうだいとか、うんうんうん、はい、あとはそういう生活以外のものでも、うんうん、例えば
ピンクのドッピンク字に白いドットを見て、うん、イチゴのサインをしてくれて、なるほど、でもねイチゴだねっていう風にこう共感できたりとか、そういうのがね、フェビーサインです。お手手でおしゃべりをしていって、はい、コミュニケーションを取っていくっていうことね。そうですね、ね、しゃべるのが分かるとストレスも減りますよ ね、うん、すね、ママたちのね、うん、そっかそっか。で1月14日にベビーサインが一番11時15分、はい、からステージが、はい、じゃあ何場所展示する、展示っていうかブースがあ、それぞれのママたちのブースの他にステージがあるってことです。そうですそうです。でベビーサインが、うん、11時から11時15分からあって、うん、その後に、うん、スマイルフォトコンテストが無料で開催されて、うんうん、カメラマンにあの、うん、ご希望の方写真を撮ってもらって、すごい、であの親子でも、親子で、親子でもいいし、うん、お子さんだけでもいいんですけど、うん、スマイル写真を撮らせていただいて、うん、2月に、うん、あのその写真をですね、うん、あのミックファンサイトの方でコンテストを行わせていただいて、一番素敵な笑顔は誰なのか、うん、その優勝者に、うん、あのイオンさんの商品券が当たりますという、うん、無料で参加して商品券をゲットしようっていうね。でその後には、絵本アドバイザーによる絵本の読み聞かせも、うん、あのステージで行います。でその周りには32ブースの、あの皆さん、講師の皆さん、うん、ハンドメイド作品の皆さんたちが立ち並んでいて、うん、皆さんと楽しく時間を過ごせればなと。なるほど、はい、なんかたっぷりですね。たっぷりです。盛りだくさんかな。そうです、盛りだくさんです、ね、ええー、そっかそっか。じゃあ1月14日は何、レイクタウンの森の木の広場。そうです、ね、でも ね、ちょっと分かんなくなっちゃった方は、はい、どこを見ればいいかというと、ミックファンで、はい、プロジェクトで検索すれば大丈夫なのか、うんうん、ミックファンで、ね、ミックファンで大丈夫かな。ローマ字でも、うん、ひらがなでも、うん、ミックファンって検索すると、はい、出てくるかな、はい、でその後にでもこれからどん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 ワークショップとかいろいろあるのかな。14日に、うん、レイクタウンがありまして、うん、その後1月20日に亀有の方で、うんうんうん、ハンドメイド市場、ハンドメイド の方たちの祭典、ちっちゃいちょっと、うんうん、カフェを貸し切り、後ろに出てるのがそうかな、させていただいて、あ、これはですね、1月25日、うん、足立区の産業ホームズさんでお出し教室がありますが、昨日実はあのちょっと昨日もイベントやってたんですけども、うんうん、あの足立区ではあのスマイタウンっていうところで、分譲住宅地の方を完全に親子サロンとしてプロデュースさせていただいているので、定期的にいろんなことをやります。1月20日の日にはハンドメイド市場で、1月27日にはミック祭りの東京地区のメンバーで、あの亀有の方でイベントをやりまして、2月6日にはこれですね、これはあの千葉地区のメンバーでやるので、船橋の方でミック祭り、ハッピースマイルバレンタインがあります。で2月9日は今増田さんがいる埼玉地区メンバーでの草加でミック祭りが行います。すごいね、楽しそう。これなんかうちのこだわりで空を見上げるポーズ、私が勝手に決めちゃったんですけど、これを必ずイベントをやるとみんなで写真を撮ってますね。素敵素敵、未来に向かって頑張ろうの、ね、頑張ろう、いいね、はい、勝手に決めてるよね、元気になるよね。あ、これ昨日のイベントで、うん、あの不動産屋さんの所長さんも一緒に写真を撮っていただいたんですけど、うん、いろんなところでみんなが活躍してますので、うん、ぜひ遊びに来ていただければ。ねえ、本当だね、遊びに行くのもありだね。そうです、もうぜひぜひ遊びに来ていただいて、うん、なんかもう皆さんでつながっていただければ、仕事とかではなくて、ね、もう本当に親子で笑顔になれる場所を追求していこうと思ってます。いいね、あれだね、あの写真いいね、え、スマイル写真、そう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 、レイクタウンのね、だって写真は別に、あ、そう、写真撮ってもらうのはだけで、ね、無料なんだもんね。でその写真いただけるのかな、それはあのご希望に沿ってコンテスト後にダウンロードする形になると思いますけども、じゃあね、嬉しいよね。でこれはあの14日のレイクタウンの他にも、27日の東京地区のミック祭りも同時開催でですね、27日の亀有でやるミック祭りでも、今度はバースデープランナープロデュースの撮影も一緒にあのコンテストの対象になります。なるほど、バースデープランナーっていうのは、あのうちの会員さんでいらっしゃるんですけども、うんうん、バースデープランナーさんってこうレイアウトをすごい、うん、お誕生日を祝う時にすごい可愛くね、可愛くね、ハイ形式にした中での中で写真を撮るってこと、写真を撮る、そういうことね、うん、じゃあすごい可愛い
ね、ね、あの、そうそう、デザインになって、どんなのになるのかね、私も今から楽しみなんですけど、ね、楽しみだね。その中で写真撮れちゃうなんていいよね。それも無料で撮影させていただきますので、そしてまたあのミックファンのところで、そうです、あのコンテストを開催するのかな、同時開催になるの で、2月はもうミックファン内でいっぱい笑顔が写真が出てくる状態になります。楽しみだね。あれだね、あのここママテレちゃんのところもさ、あの写真を募集してるから、ミックファンでいい写真が出た時には送ってください。ぜひぜひ、コラボしましょう。よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いしますだわ。今ね、みんなどのくらい人数がいるのかな。プロジェクトメンバーは30人なんですけど、すごい、ね、会員数は今100名を超えていて、11月にオープンしたばっかりなので、ね、これからどん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 、ね、だってこれからイベントなんだもん ね、 そうですね。それなのにイベント始まる前にそんなにいるなんて ね、 そうですね、素晴らしいね。もう本当に皆さんのおかげで、ね、もっともっと皆さんとつながりたいので、もっともっと会員が増えることを願って、ミックママの思いが、ね、そうです、こうやって募集、ね、でもどう、埼玉だったら埼玉地区でこう私やりたいんですとかって言われる方とかが連絡が来たりするのかな、うん、あのイベントやってると、さっきも言ったように、うんうん、やっぱり来るみたいな感じで、何かもしの得意なものがあればみたいな形でお話ししたりとか、うんうん、しますね。なるほどなるほど、はい、埼玉地区は結構暑い、うんうん、暑いです。ハンドメイド作家さんがすごくこう、うん、多いとか、地域性があるんだね。そうなのかな、うんね、すごいね、うん、活動されてる方も、埼玉も広いもんね。広いです ね、 もう広い地区からぜひ、うん、あとね、集まるといいなと思ってます、ねえ、はい、そうだよね、はい、アリサママはどっち、どこら辺に。私は越谷、越谷、この沿線だね、北千住からね。はい、でも全然違う方もあるもんね、埼玉ね。そうです ね、 ですね、川越とかあっちの方が、まあ、メンバーは戸田も、戸田のメンバーも、うんうん、そうです、プロジェクトメンバーの中には戸田の、はい、あちこちに飛んでいるんだね、はい、で千葉もね、さっき言ってたしね、うん、はい、あと神奈川、神奈川、ね、東京の方も、東京も品川地区の方にメンバーもいますね、足立区もね、いるし ね、 そうですね、いろんな、東京もやっぱり広いので、ね、東京もね、そうだね、う多摩地区のメンバーもいますので、東と西があるしね。そうなんです、2月以降は あ、 の、うん、あちら側の品川の方で、うんうんうん、武蔵小山の方で、うん、おー、いいところだよね。あのイベントが開催が2月16日も決まっております。あ、決まってて、3月はもう大井町とか、ね、もう開催が決まってます。へー、すごいね。じゃあ今年はイベントをたくさんやる年に考えてる。そうですね、もう月にどん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 、各地区のイベントは毎月あるの で、ね、その他に小さなイベントもいろいろ入れつつ、ハンドメイドだけのイベントも入れつつ、毎日イベントに向けて日々活動して、ね、でもイベントやるとね、フェイスとフェイスでつながっていくから ね、 それも大事だよね。サイトだけだとね、やっぱりお顔が見えないところもあるからね、顔がつながって、会員さん同士もそうだよね、サイトの中だけのお友達よりもね、うん、そういうイベントやることで力が一緒になるんじゃないかな、ね、結構すでにもう会員さん同士でなんかこうコラボをしますとか、あ、そう、あ、そういうことにもね、つながってね、いける、うん、結構仲良くね、うん、地区のメンバーもすごい仲良くなって結構私の知らないところでみんななんか落ちしてるでもそれ嬉しいよね、毎日会ってないみたいになってたりします。 そう、それが私の、ね、なんか願いだよね、願いだし、ね、幸せだよ ね、 ね、いろんなところでそういうママたちの輪がね、うん、広がっていってくれてね、うん、すごくすごいね、いいことをね、考えてね、うん、大変だろうけれどもね、やっぱりご苦労はあるよ ね、 大変だからね、子育てしながらママやりながらね、そうそう、うん、でもやっぱり一人で悩まないで、うん、やっぱり外に出て、うん、いろんな人とつながるっていうことがすごく大事だと思うので、うん、一人でも多くの人に伝えたいなと思ってます、うん、それね、自分のその思いがね、みんなにつながってね、きっとね、日本中に広がっていきそうな感じがするんだけど、ね、ぜひそうしてほしいね、広がってほしいね、はい、本当。そっか、これからじゃあなんかちょっとあります、今後の抱負というか、今年ね、新しい1年が始まって、うん、ちょっとお話を。そうですね、うん、本当に始まったばかりで、うん、もう手探り状態でバン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 こうイベントも入っている状態なんですけども、うん、でもやっぱりみんな の、 楽しんでる姿とか、うん、会員の皆さんたちがつながっていく、うん、先ほども話した通り、うん、つながっていく姿だったりとか、うん、そういうところを見ているのはやっぱり幸せだなと思うので、うん、まだまだ皆さんに知られてないですけども、うん、一人でも多くの方たちにも知っていただいて、うん、まあ、一人でも多くの方たちに新しい世界を見
見てもらって、うんうん、自分の合うものって何なんだろうっていうのを、うん、一人一人個性があるのでね、うんうん、必ずこれが似合うとかこれができるとかではなくて、うん、自分のスタイルを見つけてもらって、うんうん、子育てライフを楽しんでもらえればいいかなと、そのために頑張ります。うわ楽しみだね。じゃあ知ってもらう年かな。そうですね、ワードはね、今年知ってもらうために一生懸命いろんなことを活動して動いていく。有沙ママ何かあるかな。そうですね、私は埼玉地区なんですけども、うん、やっぱり今メンバーも増えてきてるので、うん、もうそれぞれを生かした、うんうん、みんなそのキャラクターがすごい濃いと思う、うん、何かやろうっていう人はね個性的だよね。こう盛り上げて、うん、いけたらなと思います。あと周りの方に、うん、ミックファンっていうのを埼玉地区の方でも、うん、あ聞いたことあるって言ってみよう、うんっていう風に思ってもらえるような、うん、イベントなんかをねやっていきたいなと思っています。やっぱり、はい、やっぱり同じだね。広がる年だ ね、 ミクファン広がる年で今年ね、はい、行きましょうかね。そうです、ぜひテレちゃんも応援していくので、ぜひぜひね、また出てきてくださいね。はい、ありがとうございました。ではでは、ノアさんの曲、また来るからねを聴いてください。どうぞ。忘れて、いつもの喧騒を抜け出してここへ、この坂を登りきれば、ずっと見たかった景色を浮かべて。積むように見守るよ、ヒマラヤ杉の空、瓦の屋根見下ろしてる三毛猫が寝そべってあくびをしてた。君の住む街はぬくもりあふれて、だんだんの階段を駆け上がれば、雲の切れ間から覗く夕焼けがこっちを向いて手を振る。また来るからね、心でつぶやく。明日からまた足元に優しいリズムを。
溢れて穏やかな時が流れてゆく。すれ違う人の笑顔に触れて、あったかい気持ちを胸に抱いて、また来るからね心でつぶやく。明日からまた頑張れる気がした。足元に優しいリズムを刻んで、メロディーに乗せて家に帰ろう。曲でまた会うねでした。この番組は株式会社キャンネットラジオ局 C ウェーブ千住7階ブースから配信してお送りしております。また番組では皆様のメッセージを受け付けております。 cws@senjux.com こちらまでメールしてください。はい、にぎやかな前半がね終わって後半になります。後半のゲストさんは、食事で美味しいと人をつなげるシェアキッチンハウスの丸山ひろ子さんです。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとね、はい、ご紹介していきますね、はい。シェアキッチンハウスの代表でありながら、美しい革命家とし、あ、ごめんなさいね、美味しい革命家としても活動しているそうです。また今は日本予防医学栄養協会の立ち上げとしても食にこだわり活動もされています。そしてシェアハウスの場所を有効に使うためにと、シェアハウス内ではよもぎ蒸しのサロンも開催。食事はもちろん、外側からでも女性の健康に貢献できるようファスティングの講座なども行い、予防医学を推進していますとお話のシェアキッチンハウスもぐもぐハウス、もぐもぐハウスオーナーで美味しい革命家日本予防医学栄養協会理事のひろこさんです、はい、こんにちは。長い長い時間だったんで、ね、すいません。あれすごい、なんかシェアハウスっていうのが、はい、モアシェアキッチンハウスなんですね。そうなんですよ、ね、やはりあのキッチンをやっぱりメインに考えているので、うんうんうん、まあ本当にすごく大きな建物とかではないんですけど、うんうん、本当に小さな一軒家なんですけど、一軒家なんですよね、はい、一軒家買っちゃったんですよね。そうなんです。脱サラしてね。はい、脱サラしましたね。去年の、うん、まあ、3月で退職をして、うんうん、あの4月からはまあ自営ということで、うん、まあ、ちょっと頑張らせていただいてます。すごいね、まあ、人生かかってるんで。いや、男前だ。ちょっと私の背中にはね、ほんと家がねえ、すごいね、はい、勇気だよねそれってね。そうです ね、はい、でそこをオープンして、オープンしたのがじゃあ去年の4月、4月ぐらいですね、うん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 、はい、でオープンして、それがシェアキッチンハウス、はい、もくもくになっていて、 で、ね、はい、でも美味しい革命家、はい、さっき美しいとか書いちゃってね、美味しい革命家、はい、すごいね。日本予防医学栄養協会、はい、ここは何をしているとこなのかな。あ、はい、皆さんその予防医学ってちょっと最近よくお話結構聞くと思うんですけども、うんうん、やっぱ日本ってあの寝たきりになってから、うんうん、まあ、薬とか飲んだりとかで、うんうん、あの結構それから10年、うん、寝たきりで10年とか15年って結構長いじゃないですか、うんうんうん、やはり同じ長生きでもと寝たきりの人生ではなくて、まあ、その健康寿命、そりゃそうだよね、はい、ただ生きてればいいっていうものとはね、やっぱり違うからね、はい、そうなんですよね。そこにこだわって、そうですね、じゃあちょっと順番にゆっくり聞いていこうかな、はい、ちょっと食にではこだわってるってことだよね今、はい、全体的に聞くと、ね、食、はい、
もともとすごい食べるのが好きなんですね。なるほど、そこで、ね、本当に食べるのが大好きで、食やってる人ってでも食べるの好きから始まるのかな、 ね多分そうだと思います、うん、皆さんで、まあ、なんかすごく食べるのが好きで、うんうん、なんかその食事に関わる仕事をしていきたいなってずっと思ってたんですね、うんうんうん、でも私その栄養士さんとか管理栄養士でもないですし、うんうんうん、なんかそういう三つ星レストランとかで、うんうん、あの腕を磨いたとか、うんうんうん、そんなシェフとかパティシエでもなくて、うんうん、なんか自分らしさができるような仕事はしたいなっていうのは思ってたんですね、うんうん、それでまあたまたまいろいろと、まあ、人生の転機じゃないんですけど、いろいろ考えていて、まあ、自分を見つめ直していくときに、うん、まあ、なんで食にこだわるのかみたいなことを、うん、まあ、自分自身に書いたんですけど、まあ、すごく父の影響が大きいんですよね。でうちはちょっと、まあ、少し家庭が複雑だったりとかで、うんうんうん、ちょっとお母さんが寝たきりみたいな感じで、うんうん、まあ、ちょっと病気が中学、私が中学校ぐらいからちょっと、まあ、体調が弱くて、うん、それでそっかそっか全部繋がってるんだね。そうなんですよ、うん、それでお父さんが、まあ、たまたま自営っていうこともあって、うん、まあ、家事をしながら、うんうん、仕事もしながら洗濯も水事も全部してくださったんですね。す今で言うイクメンさんってことだよね。もう本当そうですね。なんか私はそれが当たり前だったんですよ。お父さんが作ったお弁当を持って、うわお父さん、でお父さん帰ったらお父さんのご飯を食べるの当たり前な。でもそれってひろこさん何人兄弟なの？2人です。へ、妹がいるのね、うん、でもそれって本当にすごいことだなと思ったんですよね。でその時ぐらいから私は結構食がすごく大事だなと思ってて、で私もなんかやっぱりちょっと、ね、中学校と高校ちょっとグレそうになる時ってあるじゃないですか、うんうん、あるねみんなあるよね。ありますよね、うん、なんかそれでもなんかやっぱり父のご飯があったりとか、うんうんうん、父のご飯を残したくないから家に帰ったみたいな、うんうん、おー愛がある。なんか心の中でなんかそういうちょっと無意識で、うんうん、そういうのご飯がすごい引っかかってて、うんうん、でやっぱりそのね高校の時とかもなんか一生懸命そのお弁当開いたらなんか一生懸命色とりどりなね、うんうん、お弁当を作ってくださった、ね、父がいて感謝だね。今思うと本当にすごいことだなと思って、ね、すごいことだよ。そうですね。で、うん、私はそんな父の背中を見て、うんうん、まあなんかこれを生かした私が気づいたその食の大切さを、うん、なんか他の方に伝えられたらいいなと思って食を選びました。はい、そっか。じゃあ仕事は全然違う仕事していて、もともと食関係の仕事だったんですよね。あ、やっぱりそうなんだ。社員食堂の会社で働いてたんですけ ど、 なるほど。またそれもまたすごく楽しかったんですよね、うんうんうん、やっぱりその食事って元気になるので、なんかご飯とかよそってると、うんうんうん、サラリーマンの方とかが、うん、あなんか今日も元気だねみたいな感じで、あいいねそれもすごい楽しくて、すごい本当に会社辞めるのは、うん、あんまり辞めたくなかったんですよね、うんうん、すごく好きな仕事で、ね、やりがいを感じてたんですけども、うんうん、まあ、でもやはり、まあ、転機が私の中で訪れて、うんうん、まあ、ちょっと勇気を出してってことで、今回はチャレンジさせていただいてます。すごい勇気でね本当に、はい、うん、そっかそっか、はい、で食にこだわるようにもって、そうですね、はい、じゃあ何をやろうかなって考えた時に一軒家を、そうですね、うん、買って、ね、でまあ、自分だけでその食の大切と分かち合ってもしょうがないので、うん、なんかたくさんの方とやっぱり分かち合いたいっていうのもあったんですね。あ、だからシェアキッチン、そうです、ね、シェアが入るんだ。キッチンハウスもぐもぐって、はい、ね、なら分かるけれども、シェアキッチンハウスのシェアが入るのね。そうですね。でそこではあのちょっと今流行りの子ども食堂ってね、ちょっと流行ってるじゃないですか、うんうんうん、まあ、なんか私もその多分学生時代に福祉のことをちょっと学んできて、うんうん、なおかつその児童にもちょっと勉強したんですね、うんうん、やっぱ児童虐待の子たちとか、うんうんうん、そういう DV とかそういうようなことを勉強してきて、うんうん、まあ、食で何か改善できないかって私はすごく思ってて、うんうん、なんかそういう自分なりの子ども食堂じゃないんですけども、うんうん、まあ、近くの親子さんとかを呼んで、うんうん、なんかそういう集まりができての一人じゃないよみたいな、うんうん、みんな仲間にいるんだよっていうことを、うんうん、なんかそういうのをつなぐことができたらいいなっていうことで、うん、細々と今は月に2回ぐらいお食事会をやってるのね、はい、どういうママたち来るのかな。そうですね、最近はやっと、うん、もう本当に、身一つで来たので、うんうん、本当に誰も知らないですよ。すごいね誰も知らない中聞いてもどうしようと思って、ね、でそっから地域のそういうボランティアセンターのとこに顔出すとかして、うんうん、でこういうふうなつないでもらったりとかして、うんうん、本当子育てのね、うんうん、あのリサさんとかにもお会いして、うん、もう本当に全部つないで今は本当にやって、うん、最近はやっといろいろな方が来てもらうようになったんですけど、すごいすごい、もう最初は本当呼ぶのも結構大変で、そうだよね、人がね、限られてるんで、うん、人が限られてね、場所はあれだよね、はい、大谷田の方だっけ。そうですね、北綾瀬、ね、北綾瀬でね、はい、うんうんうん、で、モグハウスっていうのはじゃあそういう親子食堂をやっていたり、ね、普段は、はい、
普段は、まあ私が時々そういう、うんうん、個人的にそういうセミナーを例えばちょっとしたセミナーをやったりとか、うんうんうん、なんかそういう近くのママさんとかと次どんなイベントをしましょうって時に打ち合わせに使ったりとか、うんうん、あとはその、まあ、私が今よくしてもらってる、うんまあ、その子ども関係で動いてる、うんうんまあ、ピーシーズさんっていう代表と団体がいるんですけども、うんうん、その方と一緒にその子どもとのワークショップをしたり、まあ、もちろん全部料理に全部携わってるんですけど、うん、はい。じゃあレストランみたいにオープンじゃなくて、ね、本当にシェア本当に一軒家の、うん、シェアキッチンハウスっていうことね、はい、そうですね、はい、でもいいよね食を通してって食べると ねみんな ね心も和んでいくしやっぱ楽しくなるし元気になるしね食べることでやっぱりつながっていくことってたくさんあるし ねなんか食べるとちょっと砕けるから、うん、そうなんですね本音が出てきたりね本当の素が出るので、ね、そこって大事だよねはい、そっかそっかそれでやりながら今は美味しい革命加藤はい香りがまだすごい名前なんだけれどもさっきねちょっと未病っていうお話されていたけれどもちょっと日本予防医学栄養協会っていうのを立ち上げしたのかな、はい、これからですね、うん、今ちょっとまだ水面下で動いてて、ね、4月ぐらいにはちょっと発足予定で、うんうんまあ、理事の方とかと、うんうん、まあ、理事長と今は一生懸命水面下で準備をしてる最中、うんうん、していて、はい、でそれがやっぱり未病とかそういったことなのかな、ね、漢方とかそういうわけでもなく、はい、普段の食事からやはり大事だよってことで見直していこうってやっぱり変わっていくもんだよね変わってきますね変わりました自分自身がやはり自身がへはい、何がなんかこうちょっとありますこういうふうに気をつけたらね食事っていいんだよなんてみんなに簡単にアドバイスできることとかそうですね、うん、私がやはり気をつけてるのは、うん、やはりその今、うん、あの有機野菜とか、うん、オーガニックとか結構なんか流行ってて、うん、結構そういう気にしてるママさんとかもすごく多いと思うんですね、うん、すごく私はそれも推進してていいと思うんですけど、うんうん、でもやはりその分結構値段が ね高いから全部が全部って方多いと思うんですよ、うんうんうんそうだね、なので、まあ、そういう方に私からちょっとしたあのアドバイスなんですけど、うんうんまあ、調味料だけでも本物を選ぶといいかなって思ってます本物というと例えばまあ、変な話ねちょっと安いような、うん、なんかそういうなんとかなんとか風味じゃなくてなんとか風味とかではなくてちゃんと、はい、なんとかならなんとかみたいなね、はいうん、結構そういうまあ、本物の昔ながらの調味料を作ってる、うん、あの会社は、うん、結構やはりもっと零細企業じゃないですか、うん、地方のね、うん、そうだよね本当になんか一世代でね、うんうん、親子だけで回してるみたいな、うんうん、あるよねお味噌とかもねそうですよ ね、 だよね結局買うときって高いじゃないですかそういうのってでも、はい、味がちょっとでするんだよねそうなんですよ結局そうじゃない風とかだといっぱい入れなきゃいけなくなっちゃうから結局値段って一緒なのかなってそうね本当にまさしくそうですよねまさしくねなので調味料だけでもなんかちょっとこだわったりとか、うんうん、添加物が少しでも少ないものとかなのかな、ね、少しずつやっぱり、うん、あるんですか一個ずつね素材の味に慣れていくのが大事かなってそう、ね、子供たち特にそうだよね素材の味ね最初からね濃い味バンバン食べちゃうとねやっぱり育っていかないとかって ね、 そうですね言われてやはり野菜本来の味をね生かすためにも、うんまあ、ちょっと調味料は少なく、うんなね、その調味料はなるべくいいものを使えば結局少なく済むと思うので同じことになっていくっていう ね、 そうですねやっぱりそういうのの積み重ねって変わってくるのかなそうです ねやはり私自身も食に気をつけるようになってからは、うんうんうん、体調が軽いんですよ、ね、軽いのねあるよね重い軽いね、はい、なんか寝起きがすっきりしてて、うんうんうん、私結構ローフードって言って、うんうん、あのスムージーとか、うんうん、あのその酵素をメインにする食事を結構意識してやってるんですけど、うんうん、結構朝もすっきり起きれたりとか、うんうんね、もう酵素って今流行ってるでしょ、はい、やっぱりいいんだ生きるにはやっぱり人間で酵素がすごく必要なの で、 必要なんです、ね、ぜひ皆さん酵素を、ね、取ってください、酵素ってねいろいろ宣伝されてるけれども、はい、なんかおすすめ なんか取り方とかって ね、おすすめはやはりその生の野菜とか生のフルーツから取るのが一番いいかなって思います ね、 結構その巷で売ってるその酵素 の、 そのスムージーのシェイクとかってあると思うんですけどあれって結局添加物が入ったりたりとか砂糖が入っていたりとかするので、まあ、本当にそういう酵素をやっぱり取るには例えば本当バナナジュースとかだけでもいいと思うんですよね、うんうんうん、簡単だよねバナナジュースなら自分で作るのね、そうなんですよそれだけでも酵素取れるので、うん、あとは生野菜をちょっと多めに食べるとかでも、ね、バナナジュースで酵素が取れるって結構知らないかもしれない、ね、あそうですよね、うん、
意外とって思う方って多いと思 う。でバナナなんてすごくお子さんにね食べさせてる方多いと思うしね、はい、自分もね子供だけじゃなくて一緒にじゃあ食べちゃおうみたいな、はい、ジュースにしなくてもいいのかな、そのまま生でも全然普通に ね、 取るのね、女性はね酵素がね、はい、それは結構ね知らないと思うかな、なのでなんかそういうのをちょっと発信して、うん、なんかママさんのね少し綺麗と ね、 やっぱり今その女性の美しさを、うんまあ、いつまでも保たれ、うん、保つことができるような、ねね、綺麗にもなりたいとみんな思ってるし ね、 そうですよ、そういうの忙しいから簡単で綺麗になりたいのみんなね、そうですよね求めてるよね、なんかそういう今みんなママ綺麗にしてるもん ね、 でも皆さん輝いてますもん ね、 ね、 ねで好きだと思うよねそういうお話もね、うん、きっとね、はい、そうかそうか酵素ね、はい、いろいろじゃこだわりながら変わってくる、はい、変わってきた人とか自分自身が変わった体験とかも積み重ねて、はい、そうですね今があるのかな、はい、ね、じゃあ今後ちょっとモグモグハウスではどんな風に展開を考えているかな、はい、そうですね、うん、今はまあ、去年、まあ、こちらの足立区の方に引っ越しをしてきて、うん、結構そのやっぱり信頼関係を私はすごく大事にしたいと思ってて、うん、やはり SNS が発達しているからこそ、うん、まあ、誰とでもすぐつながることはできるんですけど、うん、でもやはり私はそうじゃないと思ってて、うん、やっぱり本当フェイストゥーフェイスできちんと会って話してその人を知ってもらう、うん、それがすごく大事だと思ってて、うん、去年1年間は結構人脈作りっていうんですかね、うん、それに結構励んでましたね、ね、人脈ね少しずつだけれどもね、はい、一歩一歩がつながってくるからね、そうですね、本当にね去年の今頃とかここに立ってるなんてね、うん、ねえ、そうだよ ね、 本当にね縁が縁が重なっていくからね、いや、そうですよ、なので今年は、うん、皆さんに知ってもらいながら、うん、その自分の何ですかまあ、うん、伝えたいことを少しずつ発信できて、うん、なんかその身近な人を、うん、大切に幸せにできたらいいなって思います ね、 そ う、 だよね、そうだよね、一歩一歩が一番最初はね、はい、大事だよね、はい、それをしているうちにね大きくね広がっていくと思うしね、うん、そうですね、はい、思いがねいっぱいあるから ね、 そうなんですよ ね、 ね、どんなお家はどのぐらいの広い建物なんですか、 3LDK なんですね、おすごいね、 3LDK で、まあ、たまたまそれだけあればね、はい、ご縁で、まあ、新築を、まあ、ご縁でちょっと買うことになって、でそこに住んではいるの、私は時々今そこにいたりとか、うん、ちょっと実家の母がちょっとやっぱり体調が悪いっていうのもあるのでちょっと心配なので、ね、ちょっと母にそばにいながらこちらの方にも通ってきてるっていう感じになってるんですけど、はい、じゃあ昼間はね、そうですね、こっちの方にいるので、ね、来ていることがね、はい、多いっていうか、そうですね拠点だよね、はい、きっとね、そうしながらいろいろなんか栄養学とかね、そうですね、そうだよね、はい、ローフードマイスターなんだよね、そうですね、なのでなかなかローフードもちょっと皆さん知ってるけど結構気になってるけどなかなかわからないって方結構、ローフードってちょっと難しい感じもイメージ的にあるんだけれども、どうなのかな、それって私ローフード知ったきっかけってロースイーツなんですね、でも食べるのが大好きなんで、なるほどそれは大きいではなくて先に美味しいみたいな、うんから入ったんですよね、でそのロースイーツって砂糖も使わない、うん、小麦粉も使わない、うん、卵牛乳、うん、バター生クリーム、うん、使わないんですよね、すごい、私その料理をもともと結構好きで、うん、自分でお菓子とか作るんですけど、うんうんうん、それでケーキが作れるってどういうことみたいな、そうだよねケーキ作ってるとすごい量だからびっくりしちゃうもんねクッキーとかで、ね、砂糖とかすごいじゃないですか、うん、すごいすごいバターとかね、それを、うん、バターとか使わないってどういうこと、ね、みたいな、そっから興味から入って、本当どういうことだわ、ちょっと今度持ってきます、いや食べてみたいなへえ、はい、そっからフチマイスターになってそうですね、うん、ファスティングマイスターっていうのはまたちょっとなかなか聞かない、断食って皆さんご存知ですか、はいはいはい、断食でちょっとデトックスをして痩せたりとか、うんうんうん、まあ、でも痩せるだけじゃなくて、うん、体質改善のきっかけになるんですよね、やっぱり断食すると体質って変わっていく、変わりますね、結構私も友達をまあ見させてもらってるけど、うん、結構アトピーがなくなったりとか、うんうん、タバコをやめるきっかけになったりとか、もう食べ物の選択するものが変わったって言ってますね、例えば何日ぐらい、例えば、うん、期間はだいたい1週間を見てて、うん、その中で3日間だけなんですね、うん、抜いてね、実際に抜くのは上手に、またお粥から始まって、ね、お粥から始まってみたいな、はい、今何なんか話そうとしてたのか、そう、うん、体質を改善するきっかけとなって、やはり食べ物を選択するものが変わったって言いますね、うん、なんかコンビニのお菓子とかが少し嫌になったとか、そうかそうか、そういうマック、まあ、と求めるものが変わってきたとかね求めるものが変わったって言いますね、あとなんだろう、私が聞いたのでーと思ったのは、食べる、今までは何時になったら食べなきゃってずっと思って、はい、たのが、 そうですね、それじゃなくて自分が求める
に合わせていったら、はい、断食を通してそういう風になっていったら体調が良くなったっていうお友達がいるけれども、ね、結構それもいます。やっぱそうなん、食べなくちゃいけないって思ってる人って結構そうだよね、多いと思うんですけど、うん、空いてる空いてないじゃなくて12時はい食べます、そうですね、6時はい食べます、ね、朝起きたら食べますみたいなね、やっぱりちょっと負担かかってるので、うんうんうん、なんかその辺 の、 その自分と見つめ合ういい機会なのかなって。なるほどね。えそういうのもキッチン、そうですね、ハウスでやるなので、の今度はアドバイザーとして、うんうんうん、まあ、その人に合った、まあ、その人のやっぱ食生活とか生活習慣があるので、うんうん、やっぱりその、ね、一通りのマニュアルとかではなくて、うんうん、その人ときちんとカウンセリングをしながら、うんうん、やっぱり私の中ですごく大事にしたいのは、うん、これから IT 化がやっぱどんどん進んでいくと思うんですね、うん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 、やはりこういうでもカウンセリングとかカウンセラーの仕事ってなくならないと思うんですよ、うんうんね、それほどやっぱりもっと需要化はしていくと思うので、うんうん、私はすごくそこを大事にしたいなと思ってて、うん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 、一人一人ちゃんと向き合ってカウンセリングを個別にしていきたいなとは、ね、うん、断食とかね一人でやる自分で勝手には怖くてできないから ね、 じゃあ教えてもらうこともできるんだ ね、 ね、はい、なるほど、はい、検索をしたいなと思ったら、検索はそうなんです、ね、私まだその個人のちゃんとしたサイトがごめんなさい、うん、ちょっとまだできてなくて、うんうん、Facebook で、うん、丸山ひろ子って、うん、丸い山に寛容の寛に子供の子で調べていただくか、北綾瀬よもぎ虫ってやるとその予約サイトが多分一番上に出てくると思うので、うんうん、まあ、そこから問い合わせてもらうか、まあ、もしくは本当こちらのCM さんとかに、ね、子育てパレットさんに聞いても分かるかもしれないね、子育てのりささんとかにも本当によくしてもらってるので、うん、聞いてもらったらいいかもしれないですね、はい、ぜひ聞いていただけたらって思います。なるほど、はい、はいはい、じゃあ今日はねちょっといろいろなお話を聞けて、はい、なんか知らないことも知ってしまった、ね、いやいやいや、ね、ありがとうございましたけれどもこちらこそありがとうございます。でもさっきほらフェイス2フェイスって、はい、うん、ミックママも言ってたでしょ、ね、そうなんですよ、だから私も今日会ってなんかお二人の話を聞きながら、うんね、ちょっとこれいろいろできるんじゃないかと思って、ね、ここでまた繋がっちゃってるよね、繋がっちゃってもんと素敵な声、うんうん、隣でねミックママが言うね大きな首を振って私も本当に本当、ね、素敵な声や本当にすごいなと思って、ね、すごいと思うし、ね、言ってることもやっぱりね、はい、うん、サイトだけは嫌だっていうねこだわりを持ってイベントをたくさんね、うん、はい、やりながら、はい、ね、フェイスフェイスでつながっていくってい う、 う、ね、い同じ思いが ね、 ねやっぱりあるのかなと思うし、こういうのだよね、はい、やっぱりね、はい、なんか本当に同じような意思を持ってる先輩方にすごい出会えて心強い、ね、そうだよね、いろいろな、ね、はい、人たちと ね、 ねみんな出会っていって ね、 ね、はい、ね、また自分がねいろんな人に携わっていった分いろんな人がまたね、うん、次から次に出てくるから ね、 ね大事にしてあげたいしね、はい、大事にしたいです、そうですね、はい、ということでちょっと子育てパレットさんからね、はい、お知らせが来ています。はい、新年明けましておめでとうございますの子育てパレットさんなんだと思うんですけれども、ずっとね最近やっていなかったお写真の紹介コーナーではが、お、子育てパレットさんの方に送ってほしいというお話が来ています。はい、何かというとお写真、なんだよ、ママテレタイムのお写真の紹介コーナーで、まだまだね引き続き可愛いお写真を大募集しているそうです。今までねずっとやってて、ね、なんかオレンジリボンママフェスタを子育てパレットさんの宣伝でいっぱいしていたので、なんか途切れちゃってるみたいになっているので、これからまた、新年新たに集めていきますということです。でどんな写真をね募集していきたいかというと、はい、お野菜を美味しく食べてるショットとか家族の寝顔だったりバースデーケーキのツーショットだったり、あとねお昼寝アートのショットもね、お昼寝アートさんとかご希望で、うん、募集しています。でさっきねミックママのところともつながってね、ミックママもきっとなところの写真も今度送ってくれるかなと思うからね、そういうお写真コーナーねママテレ今年はちょっと頑張っていきたいなと思います。でどこに送っていけばいいかというとね、一生懸命出してね、はい、いただいているけれども、子育てパレットさんねの名ブログかな、ホームページにも書いてあるんだと思います。そこでねママテレタイム写真コーナー宛てまでメールで送っていただければ大丈夫だそうです。写真もねモグハウスさんの写真も見てね、はい、行きたいですよね。なんかこう子供たちとつながってる、そうですね、結構ね美味しい野菜を食べてるショットがあるので、ぜひじゃあ送ね、ちょっと送らせていただきます、うん、そういうショット送っていただけたらね、はい、子供のね野菜の写真ってすっごいいいですよね。うん、足立区も野菜には力を入れて、そうですよね、野菜プロジェクトがあるので、はい、ぜひぜひねそういうお写真も送っていただければいいかなと思います。はい、はい、じゃあ今年1年なんか今
今日出た感想と一言最後にいただいてもいいかな。そうですね、今年はちょっと私大役なんですよね。なんですけども、ちょっとそれに負けないようにやはり人に貢献して、うん、なんかそのご縁が ね入ってきたらいいなと思うので、ね、本当に目の前の人を大切に幸せにできるように、うん、頑張っていきたいと思いますので、どうかご声援、ご応援よろしくお願いします。応援ですよね。応援ね、みんなでするし、ぜひぜひね、Facebook とかでね、丸山ひろこさんだったり、はい、よもぎ虫北綾瀬で一度ね入っていただいて、はい、でね、シェアバスの方にね、はい、行ってほしいですね。はい、ね、興味あったらご連絡ください。はい、お待ちしております。はい、ありがとうございました。ではでは、第2、4火曜日にまた見てください。さよなら。ありがとうございます。